カボデオルノス国立公園、または、ホーンミサキ国立公園は、チリイ南部のウォーラストン諸島とエルミテ諸島にまたがる、国立公園。世界最南の国立公園であり、世界最南の町、プエルト・ウィリアムズから船で12時間でたどり着く。公園名は、ホーンミサキにちなむ。1945年4月26日に、チリ農業省によって指定された。 総面積63,093ヘクタールの国立公園。ウォラストン・エルミテ両諸島と周辺の小島で構成されている。2005年にユネスコの生物圏保護区に指定された。標高は220メートル程度で、最高標高はセロハイドの670メートル。難易55度から56度に位置する公園の気候は冷涼である。区域内に速攻所はないが、 年平均気温摂取5.2度、年間降水量1357ミ、mm、リメートルとなっている。年間278日も降雨を観測し、総雨量が2000ミリメートルに達したこともある。曇りの日が多く、5月と7月には5.2億タ、12月と1月には6.4億タを観測した年もある。また、風が強く、一時間の平均風速は時速三十キロメートル。 大雨を伴って、時速100キロメートル以上の風が季節を問わずに吹くことがある。ウィンターズ、バークの花、フランシス・ドレークが当地で、ビタミン C 欠乏を癒すためにこの木の樹皮を用いた。マジェラニッククワグ、マゼランペンギン、ハラジロイルカ、動植物ともに、生態系に乏しく、多くの種が絶滅の危機に瀕している。樹木のない地域が多く、冷淡に覆われている。 まばらに生えている稲科植物、チー類、仙類に混じり結節植物が分布する。一部地域では、ブナやニレなどの低木や、ウィンターズバーク、マジェラニッククワグが見られる。動物は、主に蝶類や海洋哺乳類が生息している。蝶類は、マゼランペンギン、オオフルマカモメ、ミナミオオセグロカモメ、シロアホウドリなどである。哺乳類は、 南海河嘘、ヒョウアザラシ、ハラジロイルカ、コハリイルカ、南カマイルカ、ザトウクジラなどである。チリの国立公園。コンネフ。2017年4月2日閲覧。カボデオルノス国立公園。コンネフ。2017年4月2日閲覧。観光統計。コンネフ。P3。2017年4月2日閲覧。ありがとうございます。